か？仲間や家族はすぐそばにいますか？いい作品とは出会えていますか？年に一度でもいい作品を出してワンマンなりツーマンをやれてるか？はたまた審査員席が定位置か？これは半分ジョークで半分本当。このペースで走り続ければ50になる頃にやっとアーティストとして一切になれるような気がして、俺は少なくともその時の自分を見てみたい。今は何より自分に勝てるかどうか、でも年を重ね優しくあれるだろうか。50になっても曲を作ってる、忘れがたいこの今が過ぎ去っていく。 Let's go。 風が吹いていく今を乗せて、夕日が夜の暗闇に溶けていく。家に帰り振り返る、今日はどんな日。今しかない日を繰り返す、明日はどんな日。隣の人が初見でもこの歌の終わりには肩を組むような、目指すのは感動のそのまた向こうだ。くれぐれも女性には優しくしてくれ、誰一人として取り残したくないんだ。俺のライブには安心してきてほしいんだ。このビートが鳴り止む頃、お前は身をもって知る雨を止むこと。50になっても奴はレコードを掘ってるだろうし、俺はリリックを書いてるだろうし、その頃にはリスナーも同じく年を重ねて、シワのついた笑顔でまた会えれば最高。俺がアートを通して伝えたいこと、また変えたいこと、それは明確にあって、これを聞いた人が少し優しくなっていく。過程を願いながら目を見て歌ってる。風が吹いていく今を乗せて、夕日が夜の暗闇に溶けていく。家に帰り振り返る、今日はどんな日。 Yeah, listener。 風が吹いてく今を乗せて、この言葉を送るビートを添えて、今しかない日を繰り返す、明日はどんな日。風が吹いてく今を乗せて、夕日が夜の暗闇に溶けてく。家に帰り振り返る、今日はどんな日。 Yeah, listener。 風が吹いてく今を乗せて、この言葉を送るビートを添えて、今しかない日。